ご坊主は、長野県、岐阜県、福井県に伝わるつきもの。特定の家筋につくつきものとされるが、キツネツキや犬神のような動物霊ではなく、人間の精霊をつかせると言われる。鳥山赤煙、根弱百鬼衆囲より、摂生石岐阜県日田地方では、例外的に、ご坊主は、人間の霊ではなく75匹の動物がついていると、言って、75匹の別名で呼んでおり、 かつて九尾の狐の化けた殺生石を源の王神将が砕いた際、その破片の一つがヒダに飛び散って御坊ウが生まれたものとされている。御坊ウの力は、妬みや羨望の縁が元になると言われており、この家のものに憎まれて睨まれたものは、頭痛や精神疾患を患うといい、さらには御坊ウの家のものが、竹の農作物、解雇。 陶器など、器物の良さを褒めただけでも、それら農作物や解雇がダメになったり、器物が壊れたりするとも言う。ただし、軍長、村長、警察署長といった高い地位の者に対しては、その効力がないとも言う。ご坊主の名称は、主言者が、仏法主語のご法全身を憑依させる儀礼、ご法味、またはご坊主の付きやすさが、 植物のごぼうの種の付着しやすさに似ていることなどが由来と考えられている。昭和初期の民族学者、港方熊串は、辞書、十二志向において、ごぼう種を邪誌に類するものと述べている。ありがとうございます。